あ、目が覚めた？気分はどう？どこか痛くない？僕のことわかる？よかった。パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから、くれぐれもよろしくね。さて、それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納も多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め。モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、問題は相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど。ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？そっか。まあ、そう都合よくはいかないよね。一人でパジャマ着て寝てたんだし、君の部屋だってことはほぼ確実だと思うんだけどね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。僕、人類のものには触れられないから、そのあたりはノーチェックなんだよね。僕が見て分かったのは、君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。が8月になってるでしょ。その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。筆記用具に便箋、封筒。はあ、君がどういう人なのかが分かるようなものは全然入ってないや。特に見るべきものはないかな。も、奥に何かある。なんだろうこれって、ただの少女漫画じゃない。こんなのいちいち隠さないでよ。アルバムらしいものはないか。写真があれば有力な記憶のトリガーになりそうなのにな。他に置いてあるのは難しそうな本ばっかりだね。基礎心理学、臨床心理の現在。君って心理学の勉強をしてたのかな。さっきまで君が寝てたベッドだね。ついさっきまで寝てたはずなのに、こんなに綺麗。そういえば君、起き上がるなり自然にベッドメイクしてたよね。君、エアコンつけっぱなしで寝てたんだね。それでこんなに快適な温度なんだ。納得納得。学校のレポートでもやってたのかな。
手帳らしいものがあるね。これは後でよくチェックしないと。お菓子の空箱が捨ててあるくらいだね。随分と季節感を無視した帽子がかけてあるんだけど、8月なんだからもうちょっと涼しげな帽子でもいいと思うよ、僕は。はっ、学生証があった。よし、これだけで随分いろんなことがわかるぞ。やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。それから君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。でも待てよ、今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？精霊なのに大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって。ふふん、僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれ、ってことはラッキー、これで今月中は猶予ができたね。大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。協力するよ。頑張っていこう。それじゃあ、携帯発見。これだよこれ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。あ、早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね、夏休み丸々1ヶ月余裕がある。それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。それがダメならメールの履歴で仲の良さそうな人を探して。何？着信？まだ何にも調べてないのに。通話ボタン押そうとした？何のためらいもなく？あのね、しつこく言うけど、もし相手が仲の悪いやつだったら記憶喪失だってバレるわけにはいかないんだよ。例えば君に一方的に惚れてる相手がいて、君はめちゃくちゃ困っていたとする。でもその相手に自分は恋人だって言い切られて信じちゃう可能性もあるわけでしょ？そうならないためにも情報を吟味して慎重に行動しなきゃ。って、そうだった、電話鳴ってたんだっけ？まだ鳴ってる？大丈夫？なかなか根性のある発信者みたいだね。ついでにあと1分くらい待っててもらおう。とりあえずこの電話の発信者は一休さんって人らしいけど、
くなる名前だけど、これってあだ名なの？本名なの？男なの？女なの？普通に考えれば友達か、大学の先輩ってとこかな。さん付けだし、目上の人かも。ちょっとドキドキするけど、試しに出てみる？何か情報ゲットできるかもだし。あ、やっと出た。僕だけど。今日君もバイト休みだよね。出られる？どっか行こうか。どこ行きたい？今日ならゆっくりできるよ。ちょ、待て待て待て。会話するのも微妙なのに、二人でお出かけとかいきなり難易度高いって。時間はたくさんあるから、わがまま言ってくれていいよ。わがままとかそういう問題じゃなく、せっかく勇気出して電話に出たんだから、住所、氏名、所属、知り合った経緯を語ってよ。自分でも無茶ぶりだってわかってるけど。参ったなこれ。とにかく話つないでみて。別に君の行きたいところでいいよ。映画でも見に行く？それともうちに来る？あ、僕の家に上がるんならそれなりの覚悟をしてもらうけどね。覚悟って何の覚悟？冗談だよ。黙り込まないでよ。デートの行き先は本当にどこでもいいって。単に会いたいだけだから。デートってことは君たちって恋人同士？待て、それは判断が早すぎるか。どうしよう、思い切って会ってみた方がいいかな。もし彼氏なら強い味方になってくれる可能性は高いし、とりあえず記憶がないってことは隠したまま、信用できそうかどうか様子を探ってみたらどうかな。まあ隠すって言っても、普段どういう風に喋ってるかさえわかんないんだけどさ。なんとなくこいつって君より年上っぽい感じがするんだよね。勘だけど。だとして君って年上には敬語で話すタイプだったのかな。アハハ、わかんないよね。そこでいきなりですが、ギャンブルタイム。敬語とタメ語、好きな方にかけてファイナルアンサーだ。よかった。黙り込んでるからドキドキした。じゃあ30分くらいで行くから支度しといて。うん、敬語で当たりだったみたい。さて、とりあえず第一関門はクリアだ。そして第二関門は、顔も知らない男とデートして情報を引き出すこと。っていうか、いきなりハードル高すぎだよね。何この無茶ぶり。でも行くって決めたからには、難しく考えても仕方ないし、案ずるより有無が安しだよ。そうだ、デートに出かける前にメールの履歴をチェックしとこっか。さっきの一休さんと普段どんな会話してるか確かめておかなきゃね。どうしてメール履歴が一件もないのかな。通話履歴はなし。うわ、入ってるデータ、さっきの EQ さんの電話番号だけだし。何が起こったらこんなことになるの。そっか、わかった。君さ、前の携帯を壊しちゃって買い替えたばかりなんじゃない？水没とか落っことして踏んだとか、それならこの状況もおかしくないよ。うん、納得納得。って
ぜこのタイミングで。今手がかりになりそうなのは一休さんだけってことか。記憶がなくて家族がいなくて手元にあるデータは自分の名前と彼氏らしき人の電話番号だけって。もうこれ立派なホラーじゃない？いやサスペンスかな。はあ、とにかくすっごく厳しい状況だけど、なんとか糸口をつかむしかない。早く着替えてデートに行こう。まずは会ってみないと何もわかんないしさ。あ、着替えてるうちになんだかんだでちょうど30分くらい経ったかな。はあ、ドキドキするね。なかなか来ないな。ちょっと待って、いくらなんでも遅すぎるでしょ。女の子をここまで待たせるってどういうこと？連絡の一つもないんだけど。待てよ。いつもは外で待ち合わせてるって可能性もあるか。もしかしたら待たせてるのはこっちだったりして、ちょっと下まで行ってみようか。何？この外の寒さって何事？今8月じゃないの？ 8 月って夏だよね。でもこれって秋くらいの気温じゃない？涼しすぎるよ。半袖とか無理だから。とにかく、これじゃ風邪ひくよ。もうちょっとあったかい格好に着替えてから出かけよう。家の周りはこんな感じなんだ。閑静な住宅街って感じだね。なんだろう、向こうに人だかりができてる。大道芸でもやってるのかな。いや、いっけ、そんなこと言わないで。もうちょっといてよ。あんな地味な彼女なんかほっといていいじゃないの。みんなで遊びに行こうよ。だから今日はダメ。もう約束しちゃったから。そんなこと言わないでよ。じゃあじゃあ一輝、今日じゃなかったら私たちとも遊んでくれる？もちろんいいよ。うまく時間があったらね。うざ。なんだろう、あのうさんくさい男。それに何あの服。何かのコスプレ？わかった。あれはきっとアイドルに違いない。あ、でも自称芸能オタクの僕だけど、一輝なんて名前は聞いたこと。一輝？わかった、一輝って一休さんの略なんじゃない？ってことはあいつが一休さん？じゃあそろそろ行くから。彼女はいくらでも待ってくれるだろうけど、さすがにこのままじゃ日が暮れるよ。本当に今度遊んでね。絶対よ。
いはい、わかりました。もう彼女なんてさっさと別れちゃえばいいのに。あれは違うよね。うん、多分違う、きっと違う。関係ないから部屋に戻ろうか。で、一休さんの番号に電話でもかけてみよう。今現在本物の一休さんは電車がハイジャックされて動けないんだ状態かもしれないし、とにかくちゃんと本物の一休さんに連絡取らないとね。静かになったね。外の騒ぎは全然聞こえないや。しかしさっきのやつ、とんでもない男だね。あんな絵に描いたようなモテ男って、少女漫画や乙女ゲームの中だけの存在かと思ってたよ。もしあいつが彼氏だとしたら、記憶喪失になっただなんてとても相談できないや。記憶喪失だなんて打ち明けた途端、即お持ち帰りされちゃいそうだよ。でもって、適当な嘘を吹き込まれて、ここでは言えないあんなことやこんなことをされちゃうんだ。でも万が一、あれが彼氏だったらどうする？あ、いい機会だし、この際別れちゃうのはどうだろう。それともやっぱり一応付き合ってみる？そうだよね、そうだよね。別れたくなるよね。情報を引き出せるだけ引き出してから、本人にとっとと別れる方向でいいんじゃないかな。って、あの男が本当に彼氏かどうかまだわかんないんだけどさ。ま、この音って玄関のチャイムかな？あ、やっぱりそうみたいだ。ほら、インターホンのモニターに映像が出てる。いいよ。僕だけど、ごめん、ちょっと出るときに揉めてね。下にいるから降りてきて。やっぱりあいつが一休さんなんだ。でも何がちょっと出るときに揉めてだよ。全部見てたっての。記憶をなくす前の君はなんであんな男と付き合ってたんだろう。しょうがない。とりあえず今は下に降りてみようか。あ、ここ。ずいぶん待たせて悪かったね。この辺なら大丈夫だろうと思ってうっかりサングラスを外したら騒ぎになってさ。ま、さすがにもう散ったよ。行こうか。30分以上待たせて、しかもその間他の女の子とベタベタしてて、その程度の謝り方？僕が人類に触れたら、後ろから超卑怯な超必殺技をかましてやるのに。でもさ、この様子だとこいつが君の彼氏なのは間違いなさそうだね。問題はどうして彼女持ちの男があんなに女の子に囲まれてたかってことだけど。よし、ここは真正面からビシッと異議を唱えてやったら。行くよ。何？もしかして怒ってるの？え？何？もしかしてやきもち？へえ、珍しいこともあるもんだね。悪い気分じゃないな。でもあんまり強く言うのも彼女たちに悪いじゃない。向こうにも悪気はないんだからさ。悪気ないの？別れちゃえばいいのにって言ってたよ。
じゃあこうしようか。待たせたお詫びに君のお願いを何でも聞くよ。何でもいいよ。欲しいものがあればもちろんそれでもいいし、僕としてはもっと色っぽいお願いだと嬉しいんだけどね。まあ君に限ってそんなことは言わないかな。ねえどう？もっと僕の目を見て、僕に何をしてほしい？どんなお願いでも聞いてあげるよ。ねえ、これだけ近くで見つめても何とも思わないの？君、本当にウブだよね。まあ男として意識くらいはしてもらえてるってことかな。僕はもっともっと君の近くに行きたいと思ってるんだけどね。まあいいか、今さら君にこれが効くなんて期待してないし。行こうか、映画でいいよね。読んで隠れてたんだけど、ねえ大丈夫？いきなり知らない男に迫られて怖くなかった？でもあのさ、嫌なこと思いついちゃったんだけどさ、あいつと君ってその結構進んだ関係だった可能性もあるわけだよね。そうすると今晩いきなりお泊まりなんて展開もありえるのかなーなんて。いやでも心配しないで。そんなことが起こった時のために逃げ出す言い訳を100個くらい考えておくから。あ、でもこれは本当にもしもだけど、君が同意の上で彼氏と二人きりで過ごすことを望むなら僕邪魔しないから。普段は君とつながってるけど、つながりを切ることもできるからね。見ないし聞かない、安心して。まあ今の君にイケメンとイチャついてる余裕なんかあるとは思ってないけどさ、でも今はあいつ以外手がかりになりそうなものが見当たらないし、何もわからなくて怖いだろうけど心配しないでね。君にしか見えないけど僕がずっとついてる。君の声は声に出さなくても心の中で強く思うだけでちゃんと僕に聞こえてるから。とにかく今はできるだけ疑われないようにあいつの話を聞いてみよう。消えちゃった君の記憶やこれからの生活のヒントなんかがきっと隠れてるはずだからね。ついでにあいつが信用できるやつかどうかそれも一緒に見極めていこうね。ふう、今日は人が多いね。まあおかげで寒さも少し和らぐよ。本当になんだろうねこの寒さ。どう考えたって8月の気温じゃないでしょう。あ、やっぱり今って8月なんだ。でもってこの寒さは異常なんだよね。そうだよね。体を壊す人も多いんだろうな。一体何が起こってるんだろう。っていうか君は大丈夫？さっきから随分静かだけど、なんかいつもと雰囲気違うよね。とうとう来たか、疑いの眼差し。でも大丈夫、こういう時は笑顔でごまかせば 100% 切り抜けられるから。大丈夫だって言うなら行くけど、具合悪くなったら言ってよ。あ、
カバン貸して。それくらいはするよ。ごまかせたな、計画通り。焦った、びっくりした、ドキドキした。会話のたびにこれって結構きついね。でもやり通さなきゃ。なんたって君の運命がかかってるわけだしさ、記憶がないことはなんとか隠し通さなきゃ。てかこいつが信用できて全部話せそうなら一番いいんだけど、それは甘いよね。もう誰も見てないかな。やっとちゃんと君の顔を見られた。暗い場所にばっかり連れ込んで下心満々だと思われてやしないか、いつも心配だよ。でもうっかりサングラス外すと人が集まってきて動けなくなるし、おかげで明るい場所では遊べないし。何度も言うけど、これ下心じゃなくて本当に人に顔見られたくないだけなんだよ。サングラスを外すと人が集まるって、やっぱこいつ有名人なのかな。モデルとかタレントとか女の子に騒がれる系の。悪いね、僕の体質のせいでいつも不自由させて。体質？でもこれだけ暗ければ誰も僕の目なんか見ないと思うから、安心して映画見てて。とんでもない体質だけど、それを言い訳にこうやって二人っきりになれるのは役得かな。君にこれが効いてくれるとなおいいんだけどね。ま、しょうがないか。え、ちょっと待って、何言ってるのか意味不明。この映画見たいって言ってたよね。空いててよかった。外すだけで女の子が集まってくるっての？でも君はこいつの体質について知ってたっぽいから、変に質問しても不審がられるしな。詳しいことは後で聞くことにして、今はおとなしく映画見とこう。ああ、もうこんな時間か。そろそろ帰らないと明日のバイトに響くね。え、もう？ほとんど何も聞き出せてないのに？っていうかバイト？明日バイトなの？誰が？こっち？そっち？どっち？どうしたの？不安そうな顔して。もっと一緒にいたいなんてね。君からそんな素直な言葉が聞けるなんて期待してないよ。ああ、そうだ、遅れたお詫びのお願い事は考えた。うわ、そんなのあったね。ねえ、考えてないよね。二人の関係について教えてとは言えないしな。一番の大問題はバイトだから、バイトについて何か聞けないかな。うん、何でも言ってよ。送るって朝？別にそのくらい構わないけど、今日一緒に休んだから明日は二人ともシフト入ってるしね。でもどうしたの？珍しいね、そんなに僕と一緒にいたいの。
なんじゃないんです。ん？二人ともシフト入ってる？その言い方ってもしかして二人が同じ場所でバイトしてるってこと？それじゃあ明日の朝迎えに行くよ。着いたら電話するから下に降りてきて。それにしても今日の君は本当に変だな。家帰ったらゆっくりお休み。行こう、カバン貸して。ふう、なんとか乗り切ったね。お疲れ様。とりあえず明日のバイトはあいつも一緒みたいだから、あいつを頼って頑張ってみよっか。チャラ男っぽいけど思ったよりひどくないというか、割と優しくしてくれてたよね。下心があるからかもしれないけど、これで君のことを本気で思ってくれてるなら相談相手候補にできるんだけどな。一体なんであんなに女の子に囲まれてたんだろう。っていうか体質って何？アイドルかと思ったら女子大生と一緒にバイトしてるごく普通の男みたいだしさ。あ、あいつからメールだ。デートの後でメールか。マメなのもモテる男の条件ってやつ？で、なんて返信しよっか。よし、返信はこれで OK かな。あれ、またメール。携帯に登録されてないアドレスからみたいだね。日報？あ、もしかしてバイトの日報かな。昨日書き忘れて帰ったのかもね。ま、そんなのは明日やるってことで、今日はもう寝よう。疲れた。でも頑張ったおかげで情報の取っかかりくらいはゲットできたんじゃないかな。うん、この調子でやってけばきっと信頼できる人に出会えるし、記憶だって必ず戻るよ。でもまだまだこれからだね。とりあえず明日はバイト頑張ろう。